ブレーディ・ミカコさんのお話です。日本で賃上げが言われますが、イギリスとの比較をしています。須田さんのポリタス TV の2月14日からの引用です。今イギリスって、まあ、これいろいろ報道されてるからご存知の方多いと思いますけど、もう1年ぐらい前からずっとストライキがすごいじゃないですか。でも例えば鉄道のストライキなんて本当もう延々と続いてるし、もう本当に日常的そういうことあるし、本当学校の先生とか、あとまあ医療関係者ね、あの看護師さんとか救急隊員とか、今ドクターがすごいんですよね、あのストライキをやってて。でそれであのイギリスってその医療関係者も NHS っていう国の保険制度のあのに働いてることになるから公務員なんですよね。であのドクターって言ったら、まあ、国の公務員ということになるから、結局そのエッセンシャルワーカーってあの公務員なんですよね。そうだから公務員のストライキっていうか、公務員がストライキをやってるっていうのは、結局その NHS なんていうのも国の制度だから、あの国の保険制度なんで、その誰にその賃上げを求めるか、もう物価高で食べていけないからって誰に賃上げを求めるか、雇用主って国っていうか政府なんですよね。だからもっとこう、うん、普通のストライキよりもこう国との戦いっていうか、政府との戦いっていうか、うん、あの政府に求める、賃上げを求めるっていう意味合いがすごくあるから、ちょっとそのストライキとは違うんだけど、でもやっぱりそういう人たちが立ち上がってやってるから、例えばイギリスとかだったらアマゾンとかの倉庫とかでもストが始まったりとか、やっぱ公務員の人たちが始めるとよそでも始まったりとかするんですよね。だからそれが例えば日本とかだったら公務員の人たちへのバッシングとか昔あったじゃないですか、うん、ありました。公務員なんか、はい、なんかクッシーな仕事でね、なんか楽でいいよなみたいなのがすごくあったりして、うん、はい、なんかそういう無駄なこう働く人たちのこう壁がやっぱり、やはり政権交代かなと思います。ゴンチャンネルの政権交代の歌をお届けします。